まあ、あとよく出るのが地球の裏側まで。そうこれ どうですか、ミキさん。地球の裏側ってなんでそういう表現するんですかね、うん、なんか裏側ってなんか裏あのどこだよって真反対にある国に失礼じゃないですか。地球の表ってどこ、自分が表かよって、まあいいんですけど別にそれは。あ、自分が表だと思ってる、自分が表だと思ってるから裏側までって言うんだよね、失礼だよね、確かに。ね、日本の裏側ですね。日本の裏ね、なんかね、皆さんコメントたくさんくれてますね、なんかね、いろいろと。でも裏も表も丸いんですからね、地球は。そうそうですよ。どっちが上でどっちが下か言ってるようなもんですね、もう。そうそうそう。だから、ああいう表現はもう非常にその、何の時でも共産党は言ってるよね。必ず言いますね。共産党言ってる、あの討論の中で。うん。うん、で、あの戦争ができる国にする気か、うん、とか。そうですね。あの5月3日の憲法記念日とかだと、うん、必ずあの広島だと平和公園の原爆ドーム前で、うんこうシールを貼らせるわけですよ。シール憲法改正についてのアンケート、賛成、ね、ですか反対ですかみたいなね。我々もやったんですけど、うん、我々はどうですか、いや毎年やってるんです僕はね、はい、で、はい、どうですかっていうと、まあ、もちろんあの集団的自衛権も含めて憲法改正9条、うん、9条の改正どうかっていう話です、ね、はい、やっぱりした方がいいっていう意見が、6割ぐらい、半分より多いんですよね。で我々は結構公正にどう思われますかって言って押してもらうんですけど、うんうん、あの赤い政党の人たちがですね、はい、すごい面白いやり方をして同じ文言ではないです、9条改正どうかってアンケートをやるんですけど、はい、まあ、ちょっと離れた場所で、ね、はい、この人たちはシールをこっちの例えば改正してもいいよって貼ろうとしたら、そこへ貼ったら戦争になってあなたの子供が戦争に行きますよって言うから、ああしょうがないなって相当アンケート取るんですよ、マジで。マジで、これをねこの間あのテレビのインタビューとかで言ってやったらね、はい、今年はねやんなかった、そういなくなってた。なんかさっき最初からシールが貼ってあるっていうコメントがあ、それもありますね。あ、そうなんだ、貼るんだ、うん、こうやってやっててね、もうねこういうことまた苦情が来るかもしれないですけど、あの最近僕はちょっとサソリハンターになろうと思って。サソリハンター、はい、サソリハンター、あの左に反ってる尻尾ですね、左反りと書いてサソリっていうんですけど、これをハンティングするサソリハンターって面白い、やってみようかな。いやでもね、なんかあの実際にその中国とかがあの今いろんなところの時代主義でこうバーッと広がっていって、あのまああの西沙諸島のあたりでね、例えば中温沙諸島とかであのもうこう漁民の人だったのかな、兵士の人だったのかな、手をつないでね中国の戦艦が来るのを、うん、あの防ごうとして、まあ、10人ぐらいの人かな、うん、手をつないでですよ、一斉に射撃されてるんですよね。うんうん、そうだからあの話し合いでなんとかなるとかって思ってるのってどうなのかなって、本当にそういうふうに思ってる人たち、じゃあ本当に攻めてきたらその間際で自分たちじゃあ話し合いますからって言って出て行ってくれるんですかっていう、うんうん、気がするよね本当に、うんうん、あのよくですね、うん、そういうことを言ってる人たちね、うん、で現実のそういう国際情勢、例えば今のベトナムだったらフィリピンだったら、うん、そんなに甘いもんじゃないわけじゃないですか、うん、ぶつかれもやって、そうそう、でもそういうところの話をしてですね、自民党の誰だったかな、まあ、そういう人はそこの前線に行ってみたらいいって言ったら、うん、はい、言論弾圧して最前線に送り込もうとしてるんですね。すごい、ものすごい理論の飛躍をするわけですよ。すごいね。で今回そのベトナム沖でですね、はい、その珊瑚礁のあるところへ、うん、中国がその土を、はい、砂を持ってってですね、埋め立てをして飛行場を作ろうとしてるわけですよね、はいはい、でまさにこれこそ環境破壊なわけですよ、うん、はい、ね、軍事的にも問題だけど環境破壊、うん、もうね共産党さん出番ですって感じ、もうそこでウミガメガーとか地獄ガーとかサンゴ礁ガーって中国に抗議してもらいたいの、ね、うん、確かにね15音ね、うん、あの辺野古でね、うん、ずいぶん行ってる人たちいますからね、うん、その15音と人の命とどっちが大事なんだって、そうだよね、15音が守ってくれるのかぐらいの話ですよ本当に。いやだからもうそういう人は中国にもぜひ抗議していただきたい、はい、サンゴ礁埋めるなんてとんでもない、そうです、ね、環境破壊するな、はい、ね、ぜひ中国まで行って言っていただいて、おそらく帰ってこれなくなると思います。本当怖いですからね。怖いですね。